同じ小学校正門。普段は左脇の通用門から出入りする。もともとは御用邸の正門だった鎌倉御用邸は、1899年9月に、明治天皇の御子である文宮、大宮による悲観のため、神奈川県鎌倉郡鎌倉町大町に造営された御用邸。1931年に廃された。明治時代並びに、大正時代の鎌倉は、 山品の宮や、島津、松方良公爵家、前田公爵家など、皇族や家族、政府公館の別荘が存在する、海浜別荘地として著名であった。1894年1月には、近隣の葉山に御用邸が造営されており、また、大正天皇や英昇皇太后による行行刑が行われるなど、皇族にとってゆかりある地であり、前田公爵家別荘に、 長期滞在したことのある両内新王にとっても、鎌倉は、東京から近距離で、謝地や江ノ島、金沢など上緒ある、行楽地であった。1899年、鎌倉御用邸は、国有地や、両内新王の養育主任、林智之などの民有地を買収した約1万8000坪の地に、麻布第二御領地内の電車を移築して造営された。4月11日に、 地震祭が行われ、後期は短く、同年9月には竣工する。1900年、両内親王は1月8日から4月26日までの約4ヶ月間滞在し、これ以後、1月から4月までの約4ヶ月間、帰還を目的として、毎年のように愛用した。当時の海浜別荘は、海水浴を主目的にしていたが、海水浴をする前例のない巫女にとって鎌倉は、 悲観の地であり、両内親王は、箱根の宮の下御用邸を秘書に利用していた。幼少期に愛用した両内親王も、1910年に、文みが、朝香の宮鳩飛行と、1915年には、タイが、東国の宮都志飛行とそれぞれ結婚する。元来、両内親王以外に、皇族の利用が少なかった鎌倉御用邸は、 両内信号の成婚を契機として状況が変化し、1919年に敷地の内千坪を大正天皇の聖母柳原愛子に対応されて別邸が建設されると、次第に帰り見られることは少なくなっていった。1923年9月1日の関東大震災は鎌倉御用邸にも甚大な被害をもたらした。震災時に皇族の滞在はなかったものの、 御用邸内の11棟の建物が全壊、2棟が半壊する。震災直後は避難所として最大約400人もの理災者に解放されている。震災後、御用邸内の建物は再建されることはなく、また、対応されていた柳原の別邸敷地は新たに可視される。やがて、宮内省は震災被害を契機として不要な御用地を整理する方針を取った結果、 鎌倉御用邸も廃止対象に挙げられた。元来、三方を山に囲まれた鎌倉は土地が狭い上に平坦地が少ない。当時、町内人口の増加によって新たに小学校建設の必要が生じていたものの、幼稚難のため計画が混迷していた。そして、 町学内省に対して払い下げ申請を行った、結果、1931年、御用邸敷地の大部分の払い下げを許可され、御用邸の廃止が決定された。1933年11月、鎌倉町立同じ小学校が開校された。校門は、当時のままに歌舞伎門を利用し、公名、校章は、かつて高知に御用邸が存在した故事にちなんで、制定されている。 現在、跡地には、同成小学校のほか、鎌倉市役所、鎌倉市中央図書館などが立地している。1965年、住居表示に関する法律施行に伴う、地名変更に際して、鎌倉市は、旧鎌倉御用邸の周辺地域の一部について、御用邸が存在したことを残すべく、町名を同成町に変更した。ありがとうございます。